お待たせしました。 Call of Duty Black Ops 3 Top 5 Snipers Episode 1、 今週からお届けしていきます。まずは第5位から見ていきましょう。バンズ、武器はローカス。まずは1キル、2キル、3キル。このバスのエリア素晴らしいエイム。4キル、さあ4キルしかここでソファーのエリア。5キル、ソファーに入って6キル、7キル、8キル、9キル達成。ローカスでよどみない動き、6度目でのキルチェーン。そして続けて第4位、 SS ギルガメッシュ氏です。武器は SVG、 まず1キルからの3-1、これでクワッドビート達成。さあそしてしばらく時間が経った後、1キル挟んでまさかのセイムライフ3-1。なんとワンライフで2回3-1達成。これはかなり珍しい。さあそして第3位、レッドアイユーズイフリーフォールからのエントリー。さあ29対27、死にかけたところでコンカッションを巻いて逃げます。さあ敵が29対29に追いつかれたところでウォールランからのこのウォールラン、追いつかれてからこのプレー、ボールランからのブキシェンブキシェンポンプアクション、そしてブキシェン挟んでこのショット、まさに神がかり。第2位見ていきましょう。アイムカーリー、まずは3-1、そして1キル、さらにもう1キル、ここでこうやってやる。なんとこれ挟まれていなかったら7-1キルカムでした。結果的に6トンスプリットですが、興奮のあまりなんとラスキルカメラ途中で録画を終了。さあ注目の第1位見ていきましょう。エイヤー鈴木、さあまずは 3-1。 さあそこで振り向いて周囲に味方がいない状況、4キル目5キル目、ここでコラテラル 2-1、 さらにもう1人、ここで 2-1、 なんと6オンスプリット、 3-1 からの6オンスプリットが今週の1位でした。トップ5フェイズ、クリップ随時募集中です。クリップを YouTube にアップロード、もしくはギアファイルフィルナーのアップローダーにアップロードして、リンクを YouTube 内メッセージで送信してください。今週の曲は、ベイルのフロンティアでした。スナイパーや面白いクリップ、スペシャリストのクリップ、いろんなクリップをお待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。次はトップ5スペシャリストで、お疲れ様でした。